こんにちは。こんにちは。おはよう。おはようとこんにちは。急遽配信しました。今日声割りにも配信しますよ。でもちょっと時間があったので配信しました。亀さん流れ星ありがとう。こんにちは。みんなはお昼休憩もまだ。スプマンテさん短冊ありがとう。おはやっほー。超眠たいですね。うん、ほい。今日はもう朝昼ご飯を食べちゃったから早く食べ過ぎた。絶対に。りゅうちゃん青い短冊ありがとう。ふくちゃん短冊ありがとう。若林さんハートありがとう。あ、移動中の方、こんにちは。今日はもう公演終わるまでご飯お預けだ。絶対お腹すくよね。困ったな。食べるの絶対失敗したよね。仕事中に見てるよ。本当？お仕事お疲れ様ありがとう。ともっちさんハートありがとう。今日はもう見た目から涼しくいきます。きっと暑いのでね。ケンジさん青い短冊ありがとう。スイパラ行こうか迷い中。お、スイパラいいな。公園今日お弁当ないですね。公園お弁当ない。何持ってこう。バナナ持ってく。バナナ持ってこうかな。うわー、こんにちは。ゆで卵いいよね。持ってこうかな。どうしようかな。午後から雨。傘持ってかなきゃだ。今日は DMM で参戦予定。お、よろしくお願いします。感想もぜひ送ってください。後から。さとこさん青い短冊ありがとう。何持ってこうかな。朝昼ご飯はおにぎり食べたよ。三角ではない、丸五目おにぎり、鶏五目のおにぎりと、あとは鶏五目のおにぎりときゅうりとオクラと納豆とバナナを朝昼ご飯で食べたらまだ午前中でした。うん、何持ってく。バナナ。ちょうど今新幹線乗りました。気をつけてきてね。傘持ってる？ちゃんと。スイパラパセリのコースター出た。お、大事にしてくれる？大事にしてくれない？もしかして。マサさんビーチボールありがとう。おはようグルト。おはようかん。こんにちは。スケモンさんバラありがとう。おいしょ。広島雨だよ。ずっと雨。昨日は晴れてたけどずっと雨だよ。だから七夕はやっぱ雨降るんよ、ね、
晴れてるの東京。広島雨だから今日公園来る方傘気をつけて。ポールさんお疲れ。チョコミントアイスを食べる。あ、さっぱりですね。ジュノラゴさんハートありがとう。雨だよ。多分今は降ってない気がするけどね。今日雨予報なの。傘持ってます。よかった。乗り過ごし注意だね。私はこの前小倉駅で寝落ちしてしまって、博多で急いでやばいって起きたから気をつけて。鹿児島まで行くとこだった。危ない危ない。鹿児島行きに乗ってたから焦りました。ジュノラゴさん青短冊ありがとう。わあ、でもこの前はね帰省だったから一人だった。お仕事じゃなくて帰省で乗ってたから、起こしてくれる人はもちろんおりません。あ、始めてみたんですか。メンバー登録とかは何も言われてない。今日さ公演なんかマイカーからあるっぽいけど、みんな間に合うかな。今日スタジオマイカー公演だけどマイカーからあるらしい。カードリさん青短冊ありがとう。アダムダンさん会いたいありがとう。みんな昨日パスさ、いつも先に書いてる方から公演だよって言ったけど、なんか違うっぽいけど、なんか大丈夫かな。ラクさん青短冊。山崎さん短冊ありがとう。こんにちは。ね、違うらしい。でも分からない、分からん。毎回そうじゃないのかな。たまたま今までがそうだっただけなのかもしれないから、告知はちょっとやめといて。正確じゃないので、正確な情報ではないからちょっと分からないので、告知はせんどいてほしいか。3月の四国マイカも逆だった。あ、じゃあたま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 だったりするのかな。じゃあランダムみたい。パピャー、ヤッホー、元気、ヤッホーヤッホー。ともっちさん青短冊ありがとう。こんにちは。公演前にスイパラ2回目行ってくるわ。2回目強い。私まだなのに。行く日はねこの日っていうのは一応決まってるんですけど、やばい先越されすぎてる。楽しみだな行くの。グッズもうないんだよね。ゲットしたいけど。右田ピポさん青短冊ありがとう。こんにちは、どうも。ビンゴの海賊さん青短冊ありがとう。パちゃん、はい、パちゃんです。パちゃん今日は髪型はシンプルにしようかなと思っています。マイカいつもさここでなんか団子つけたりしてるからちょっとやめとこうかなって思ってはいるけど、見て
めの何か。高めの何かって何？まさか織姫の髪型。今日どうなんだろうね、みんな変な髪型なのかな。みんなでまた揃えたりするかな。私は今日はシンプルめでいこうと思ってるけど、どうだろう。タタ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 タ、こんにちは。みんなは彦星コスプレで来てね。ケイセキさん短冊10個ありがとう。短冊メンバーはメンバー、メンバーはもう存在が織姫だからメンバーはコスプレしません。ファンの皆さんはもうおのおので来てください。よろしく。楽しみだな。ひろっちさんビーチボールありがとう。なかなかのハードルの高さ。だよね、そうだよね、ハードル高いよねそれ困ったよね。みんな公園に来づらくなっちゃう。続いてきてください。彦星の衣装は、そう、彦星って何着てるんですか。ジンベエみたいなやつ、白のなんか袴みたいなやつ私は思ったんです。そう言ってからメンバーは存在が織姫って言った後に、いやそしたらファンのみんなが違うみたいじゃんと思ったけど、言わんかったんやけど、やっぱ気づきましたよね、そのね、あって思った。言ってからね思いましたよゼータン会いたい、ありがとう思ったよ。サッタンハートありがとう。じゃあみんなもおのおので来てくださいコカジアさん青短冊ありがとう。ああ確かにオンライン、そっか今オンラインがあるから、そうだね、晴れなくても彦星と織姫もきっと会えます、オンラインでオンラインでいっぱい電話したらいい。織姫はわかる、ここにボーンってあって、なんかここからヒューンってやってるイメージ。わあなんか誰かやりそうすぎる。リコチとかなんかやらんかなリコチ任せ。コカチアさん単独ありがとう、うん、時代だね、時代は流れているよ。みんな今みんながショールーム見てる間も世界は回っているんだ。リコチあえてシンプルかもしれない。この前すごかったからね。アリちゃんさんとリコチ似てる髪型してませんでした。この前の花だれ公演の時、アリちゃんさんがリコちゃんみたいなツインテールして、ここから増やしてた。東京35度、わ暑っ。昨日もなんかさ、どっかの地域35度とか言ってたよね。暑すぎる、厳しい、ちょいと厳しいよ。あ、今日アリちゃんさんいるっけ。あ、じゃあもうすごそう、バトルだねマイカーとスタジオで奇抜バトル。暑いから公演終わったら絶対にアイスを食べる。そうする。最近アイスボックスが売ってない、探してるけど売ってない。近所のコンビニにもスーパーにもない。悲しい。あのね、棒状のやつまであったのよ前まで、でもそれもついになくなってしまった。悲
しい。私もあれやりたいのに、エナジードリンク入れるやつやってみたいのに見つかりません。オロナミン C とか入れてみたいけど見つかりません。どこに売ってんの。私のお母さんも買いだめしてるんですよ、 STU パッケージのアイスボックスをね、冷凍庫にめっちゃ止めてて、冷蔵庫の、 あの扉のとこに蓋がいっぱい貼ってあった。シュンさん会いたい、ありがとう。シュトレーゼは安いよね。シュトレーゼでも行って帰るだけで溶けちゃう。近所にできんかな。広島あんまりない気がする。 2,3 店舗ぐらいしか見たことない。ST パッケージが沈んでた。沈んでたな。沈むな。救出して、それは救出してあげて。1177、今日1177日配信、七夕にぴったりだ。1もさ、ちょっと棒伸ばせば7だからゾロ目だね。チョコバッキー美味しいよね。チョコバッキーね、スーパーであるけど袋で売ってますよね。袋売りされてます。しゅんぼうさんアイスありがとう。 JKT 知ってますよ、高城あきさんが好きだったから。私の最初の推しメン。クーラーバッグ、クーラーバッグね、クーラーバッグね。持ってるけど持ち歩かないですね。持ち歩かんな。いつも思うんですよ、なんかドンキとかに行ったらさ、アイス安いじゃないですか、クーラーバッグ持ってくればよかったなーっていつも思うのを、もう何年も繰り返してる。学習しないね。生協で売ってんの、そっくりのアイス。そっくりのアイス大丈夫、それ問題にならないぐらいのレベルのそっくりアイス。ハリーポッター目玉のひげおじさん、青短冊ありがとう、ありがとうございます。ドライアイスね。まあ31最近食べてないの。ドライアイスといえば31。冷凍庫ちっこい。しかも今冷凍庫ね、業務スーパーで買った冷凍野菜たちがいっぱい入ってるから入らん。ブロッコリー、かぼちゃ、ほうれん草、しめじ、マグロのたたき入ってる。入りません。もうあとみょうが、氷、ゆずこしょう、もう入らん。アイスすら入らん。アイスも入らんわ。だからアイスもさ、帰ってきたらすぐ食べんといけん。家まで我慢できても結局食べんといけん。そうなんですよ、充実してるんです、すぐ使うの。でもさ、業務スーパーってなかなか頻繁に行かないから、買いだめしちゃって。この前キノコはね、普通にあの常温で置いてあるやつ買って冷凍庫に入れた方が栄養価が高まるって聞いたからずっとやってます。アイス買いだめしてみたい。私の今年の夏の目標はアイス、同じ種類のアイスを最高何個食べれるかっていうチャレンジを、もう誰も得しない、私も美味しいけど体壊すし誰も得しないチャレンジをしてみたくて。それでね、あの高崎彩子の隠れ家っていうSTU48 の公式でやってる動画があるんですよ。そこの、 あのグループがあってね、マネージャーさんとメンバーがいるグループに、あの個人企画しませんかっていう、この前送ってみたんよ。
特別編として個人企画しませんかって送ってみたけど、ちょっと難しそうなので普通にプライベートでしなきゃいけない、厳しい。でも自腹でもいいからね、ちょっと映像に残しておいてほしいなと思って、私が苦しむ姿を美味しく食べたいけどね、無理して食べたら意味ないから。あとはね、やりたいことをね結構頻繁に、あ、マネージャーさんからどういう企画をしたいですかって連絡来るんですよ、高崎彩子で。その度にいつも何がしたいかなってめっちゃ考えるよね。この前は何て言ったっけな、結構ね採用してもらえてる気がする。この前は採用してもらったやつはマジスカ学園に出演した時の名前考えるやつ採用してもらいました。何がいいですかね、どういうの見たいんだろう。高崎彩子の隠れ家見たことある方、あの感じでできるやつ何がいいと思いますか。私は個人的に料理系の料理作ったりとかも楽しそうだなと思ってるけど、どうですか。バニラアイスに何をかけると美味しいか検証するわ、それやりたい。用意するものは蜂蜜、メープルシロップ、生クリーム、ココアパウダー、美味しいものしか出てこない。何がいいか、醤油。でもポン酢は合いましたよ、ポン酢アイスこの前食べたけど美味しかった。あ、わさびね、え、わさびのアイス食べてる方今日ファンの方にいた、わさびアイス食べたよってツイッターに来たもん。わさびアイスすごいと思った。パセリあの根で見ました、今日今朝起きてあの根こうやって見てたら、わさび抹茶かなと思ったらわさび、生ハム、すごそう、生ハム、豆板醤、カレー粉、焼肉のタレ、ニンニク、コーヒー、きな粉、唐辛子、納豆だと塩、あ、塩合うね、塩は間違いないね。今日パス12時過ぎぐらいまで配信できるのでちょっと教えてくださいね。今日はねちょっと公演前に予定あるからちゃんと終わらなきゃ。納豆、キムチ、ちりめんじゃこ、あ、ちりめんじゃこすごそう。はあ、アイさんハートありがとう。米っ子って何、え、あのお菓子みたいなやつ。ポン酢をアイスにかけたんじゃなくて売ってるんですよ、ポン酢アイスが。ポン酢アイス、醤油さんが出してるポン酢アイスがあったからそれを食べた、ラジオ番組でラジオ番組で食レポみたいな、何味か当てましょうみたいなクイズで食べた。ウイスキー、ウイスキーを飲んだことがないよ。日本酒、日本酒私飲んだことない気がする、あるのかな。新一さんビーチボールありがとう。サラダ、私キキアイスしたことあるよ、バニラ味ね。2回したことあるんですよ、お仕事でキキアイス。1回目は全正解したけど2回目は外れた、外れちゃいました。1回目はね頑張ったのにね、2回目の時はね雪見大福の中身とかがあったのだから無理だったんですよ。めっちゃ頑張って考えたのに
やこれは濃厚だからもうかなとかめっちゃ考えて考えたのに違ったんですよ。雪見大福の中身だけっていう引っ掛け問題だったから難しかった。そう、アシキン、アシキントラップ。1回目の時はね、あのズームの生配信でやりました。ベートークっていうベートーベンさんの番組、あれは番組なんですか、特番でやりました。ゼンマイ侍さん、青短冊5個ありがとう。コシヒカリジェラート、食べれるかな、ツアーの時に。コシヒカリジェラート気になる。広島米、お米の広島なんとかお米アイスみたいなやつは食べたことあるけど、それはね、つぶつぶしてた、食感が、お米の粒があった。どうですかそれは。新潟のやつもつぶつぶしてんのか。なんか新潟行くときさ、ファンの方と同じになりそう。ファンの方の入りとメンバーの入りかぶりそうすぎない？大丈夫？恥ずかしいんだけど、その場合アイスくださいって言ってるの見られるってことでしょ。しかも遠くの席にいても声でさ、あ、パセリの声するわみたいな、アイス買ってるじゃんと思われるんでしょ。ちょっと気まずいかもしれない。あって。絶対バレるじゃん。恥ずかしい。どうしよう。あちらのお客様からですって言って大量のアイスとか来たら。やばいね。あ、飛行機、あ、飛行機もあるか。そうか。気をつけよう。ちょっと恥ずかしいもん。私普通に新幹線でも言えないもん、アイス買うとき。ドキドキだ。ツアーもう今月って思ったら早いな。楽しみです。楽しみ。初日の髪型も考えとかなきゃ。絶対暑いからね。アップヘア多そう。チリンチリンアイス、チリンチリンアイスもう食べてない最近。もう何十年と食べてない、何十年も生きてないけど、小学校とかの時以来食べてない。こんにちは。お、500回目の訪問、わあ、いつもありがとう。500回、初訪問、二度目の訪問、わあ、ありがとう。お昼ご飯食べて午後も頑張りましょう。今日は私は公園で踊ってくるので、たくさんたくさん動きたいと思います。昨日のお弁当が美味しすぎたな。こんにちは。もう休憩とか始まる人多いのかな。急に初訪問の方が増えた。こんにちは。お腹空いたけどスイパラのために開けとく。絶対そうした方がいいね。でもちょっと食べなきゃ。大食いするときは食べた方がいいらしい。胃の準備運動した方がいいって何かで見ました。何か分からんけど。まだ会議してる。長いね会議。頑張ってね。聞くだけって返したけど頑張ってね。聞くだけの方が逆にね大変そう。昨日は収録の時の弁当、差し入れお弁当を昼夜食べました。何弁当って言ったらいいんですかね。昨日のさ、私のメール取ってる方、私の送った夜ご飯って、あれは何弁当に入るの。幕の内弁当ではないでしょ。あれ何弁当、何なんだろう。何って言ったらいいんだろうね。おかずたくさん弁当、何なんだろうね。
効果のお弁当。難しいよね説明。いっぱい入ってた。ロールキャベツも入ってれば、メンチカツみたいなやつ入ってたし、すき焼きも右下にあったし、魚、焼き魚と豆、なんかあハンバーグも入ってたか。そう入ってた。で揚げ出し豆腐と高野豆腐とめっちゃ入ってた、ボリューミー。あとなんか抹茶のさ、あれなんだっけ、羊羹みたいなやつ、なんだっけ、寒天みたいな、なんだっけ、わかんないけど、あれも入ってました。すごいボリューミーだ、美味しかった。普段さ食べないからさ、あんなね、あれを自分で作るってなったら大変じゃないですか。材料を買ってきて、やっぱいいですね。お弁当のいいところそういうところよね。魚も肉も野菜も選ばなくていいから。20品目あった、結構多かった。うん、オードブル並みだった。全然3人とかで分けても量あるかなぐらいの。今からハンバーガー食べる。ハンバーガー好きね。いいな、ハンバーガー。ちょっと分けて、ちょっとポケットとかに入れてさ、持ってて、お渡し会とかそういう時にさ、いつでもパセリにあげれるようにしといて、ちゃんとね、できんだけど、お話し会とかで。パセリ。美味しく食べてきてね、代わりに。いいなぁ、羨ましいなぁ。サセオバーガーの店ないんじゃないかな。長崎も私佐世保じゃないからさ、サセオバーガーは人生で1回か2回しか食べたことない。なかなか食べる機会ないですね。家族旅行とかで行った時に食べた。水族館にいた時に食べました。食べるの難しかった、めっちゃ大きいんですよ。しかもその時子供だからさ、より難しかった。改めてこんばんは。改めすぎてない？時間進みすぎてるじゃん。こんばんは。今が夜と思ってる、もうバグってる、もう時差起きてるじゃん。親が食べてたサヨバーガー奪って怒られた。やばい。どういう状況？なんで奪ったの？サヨバーガー、食べたいハンバーガー。ちょっと今度行く。メンバー誰か誘う。5時か。5時ならよかった。なんか目が乾燥してきた。目閉じて喋ったらコメント見えんわ。うん、なんか出店とか移動販売のイメージある、ハセボバーガー。ハセボに行ったらあるけどね、いっぱいいろんなお店。私も行きたいな。ハセボ全然行ってないです。もう何年も行ってない。ハセボ行ったらね、水族館があるからそこに行くの好きでした。あとはイオンとか、イオン行ってた、佐世保の。わあ、前髪が生まれた。佐世保の水族館はナマコがいます。
触れ合いスペースにナマコがいて、小学校の時にナマコ触った記憶がある。マックの照り焼き、あれですか、ご当地みたいなやつ。今日はちょうどさ、朝からYouTuber の方のマックの食レポ見てたら、大阪のやつが一番おいしいって言ってました。大阪のお好み焼き照り焼きが一番おいしいって食レポしてた。北海道がじゃがバターで福岡が明太子って言ったけど、大阪がお好み焼きって言った。それがその YouTuber さん的には一番やったらしい。タムはね、普通に連絡取ってます。そう、この前タムが今長崎いるよみたいなの送ってきたから、パセリ明日お話し会で大阪行くよって言ったら、なんかそういうの多いんですよ。私が大阪行くときタムね東京いたりするんよ。私がね5月にソラハさんと大阪旅行行ったときに、今大阪にいるよって言ったらタム東京にいて、いつもタイミング合わない。会いたいけどね。タム卒業したらなかなか会いづらくなっちゃう。それぞれの人生になるからさ、向こうは学校とかいろいろあるし、こっちもさお仕事のお休み予定わからないからさ、いつって確定してスケジュールを言えないから、なかなか会えないです。会いたいな。タムも言ってた。タムはでも去年会ったよね。去年夏に会いに来てくれて、一緒にかき氷行きました。かき氷楽しかったな。たい焼きも食べた。そう、ツアーと話し会とフェスぐらいしか予定を。からそう、テレビ出る時も今日収録したから懐かしくなってなんか連絡したよみたいなの来て、そう NMB さんに会ってた。タミちゃん、ね、懐かしいね。タム子、タム、タムちゃんあんなに踊れるメンバーなのに、ああ寂しいわ。ひーちゃんがタムに似てる。似てないよ。ペットの約束を果たしに行く。まさか服装かな。覚えてる？どう？ちょっと前髪の分け目がいつもと逆になっちゃった。変だ。やだ。こんにちは。偉いよね、学生ね。お勉強偉い。ユナナとかもさ、お話し会の楽屋でよくパソコンカタカタしてて。お勉強してるんですよ。すごいなと思って見てね。かっけ。私もカタカタしてたけどね。最後にカタカタしたのはいつだろうね。3年前、3年半前とか、もう4年前とか。なんかさ、耳鼻科時代の時はさ、スピード勝負だったわけですよ。そうしないと溜まっていくんよ。診察が終わった人のやつがいっぱいこう来て、一人一人入力していくんよ。この人はこういう症状でみたいな。で、長いじゃん病名って。なんかそれを短縮する、これとこれを押したらその病気が出るみたいなやつがあって、それやってその人に処方するお薬の名前を入力してみたいな。でそれを印刷して、でお薬を袋に詰めて、
で袋に何日とか書いて、何日分朝昼晩とかなんかそういうの書いてみたいな、もう難しかった、もう全然覚えてない、やめた瞬間もう全部忘れました。難しい。しかもそれをさ説明しないといけないじゃないですか、なんとかさんって呼んで、この薬は何の薬で今日のお昼から飲んでくださいねみたいな、食後にとか食前にとかいうのさ、むずーってなってた。むずかった。まるともちゃん短冊ありがとう。毎日通います、うん、よかったら通わないでほしいかもしれない、耳鼻科には通わんでほしいかもね、健康でいてほしいかも。あ、そう、名前とか難しい。しかもさ、あの実際にあったやつでなんとかさんって呼んで全然違う方が来たことがあって、やっぱあのお年寄りの方が多くてね、田舎の耳鼻科だったからお年寄りの方が多かったから、あの聞き間違いとかで来る方も多くて、で私も入ったばっかりだったからさ、なんとかさんって呼んで来た人だからもうその人がなんとかさんと思うじゃないですか。そしたらその先輩の受付の方が、え、この方はなんとかさんですよみたいな、もう常連さんだから分かってて、それが覚えられなくて、最初難しいじゃないですか、初対面で分かんなくて難しい。そう、違ったんですよ。うん、全然違う名字の人が来た、名字かぶりとかじゃなくて全く違う名字の人だった。こんにちは。なんか最近さ番号札じゃない、病院とか何番の方みたいな、この前耳鼻科行った時そうだった、何番の方って言った後に立とうとしたら私が来ないと思ったのか、何番の尾崎さんみたいな、普通に名前呼ばれてあ、名前結局呼ぶんや。あとこの前はその耳鼻科、同じ耳鼻科でなんかコントみたいなことが起きてしまって、あの受付で体温計を渡されたんですよ、一応測ってくださいねと言って、で測ろうと思って座った瞬間にちょっと時間が経ったからピピピみたいなエラーが鳴ったんよ。そしたらね、あの近くにいた女性のその受付のスタッフさんみたいな方が、あ、預かりますね、なりましたよねって言って、あ、いやこれエラーですって言って、で挟もうとしたらまたなったんよ、喋ってる間に時間経ったからピピピってなって、あ、もらいますねってまた言われて、いや今見てましたよねって、今一回も脇に挟んでなかったですよねっていう、いやコントかなって、いや私もさネタでなんか突っ込んだ方がいいのかなみたいなコントが起きて、でもさ笑うわけにいかないじゃないですか、だからあ、エラーです、めっちゃ気まずかった。しかもその時喉が痛くて言ってたから声も出しづらくて、声出すの精一杯だったんですよ。だからさ面白かった、それがね、だって目の前でさ今喋ってたのにさね、多分忙しいんでしょうね、なんか新人さんっぽかったから。すごい面白く思い出し笑いできるくらい。カメラ回ってますかこれ、MC とかでね話したいけど伝わらなさそう。
やっぱその場にいないとわからない笑いってあるよね。難しいよね。マイカーとか、マイカーの楽屋はそういうのが多いんですよ。その場にいないとわかんないノリの笑いとか、あとはなんかもうよくわからないノリ、面白いわけじゃないけど笑ってることとか、あとはステージ上でステージ上で話して大丈夫みたいなノリとかが多いから、 MC で説明するときに難しい。でもこの前の MC はね、あのキスの味診断みたいな話が出たんですよ。だからこれはいいんだと思って、これは OK なんだなって。うわー、いっぱいマッサージしとこ、公園まで。こんにちは。そう、その場の空気大事。ビヨーン。今日は何話すんだろうな。今日は MC は誰と。こんにちは、お疲れ様。いや、わあ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 、メール送るの忘れてた。あーらー、じゃあまた次回ストーリーにあることは願って。あららら、塩そば、何、塩そばっておいしそう、いいな。私もうお昼ご飯10時半に食べたからもう終わってる、もうダメ、もうやってられん。公演終わるまでご飯お預け。バナナ持ってく、バナナかヨーグルト持ってく。ビョン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 。良平さん、ありがとう。やってられんもん。こんにちは。みんなも飯テロして、いっぱい。多分リハしてお腹すいたーってなって。もうずっとお腹すきっぱなし。どっちがいいんでしょうね、公演前に食べるのと食べないのと。食べるとさ、お腹苦しくなるじゃないですか。でも食べないとエネルギー入れないから、私は食べる派なんですよ。お弁当絶対に昼公演前も夜公演前も食べるんよ。どんなに時間がなくても食べるんよ。絶対絶対絶対食べる。食べないっていうメンバー多いです。終わってから食べる派結構多くて、昼公演終わりに昼の弁当食べてる人いるもん。私が夜の弁当食べてるところで昼の弁当食べてるメンバー結構いる。どっちがいいんですかね。満腹にはならんのよね、全部食べてるわけじゃないからね。満腹で出てるわけじゃないけど、やっぱ食べてすぐ動くと意外に痛くなるか、うん、人それぞれか。のぎんさん、ハートありがとう。腹6分目ぐらいで。いつチャラララ15時55分。でも12時に終わるわけじゃないよ、12時過ぎまでするか。
何分にしようかな。12時10分、12時15分にしようかな。いや10分にします。きっと私は10分って言っても15分に終わるから10分にしとこう。何時まででもよくないよ。このあとね予定あるから早く終わらんといけ。おお、朝から牛カルビ重食べました。すごい元気いっぱい、元気いっぱいだ。いいなー、いいなー。そうなんだよね、私の話終わり際になんか話したいことが急に思いついて、ああれあれこれこれって言って長引く。長引かせないように盛り上がらんとこ盛り上がらないテンションでバイバイって言わなきゃもう長引いちゃう。3時間も4時間も喋っちゃうから大変。それは桃食べました。え、桃食べたい。桃こんにちは。桃売ってるよね、もうスーパーとかで。カフェとか調べてもさ桃多いもん最近。桃商品すもももももも、ももが好き、もももすもももももが好き。こんにちは。朝からすき焼き大丈夫。千織さん、ももたん今日はいないね。今日はスタジオマイカーだからももたんいないわ。今日は今日パンちゃんいますか。今日パンちゃんいない。え、アイコはいるけど。アイコいるのは昨日喋ってて知った。明日公演って言ったら私もって言ってたから。アイパいないの。アイパいる。アイパなんか全然一緒に公演出れない。桃太郎リンゴ果汁入りのいちご味アイス。え、全然桃要素がなくてびっくりした。なんだそれは。リンゴ果汁入りのいちごアイスなのに桃太郎なの。パンちゃんいないの。はぁ、全然かぶらない、悲しい。サコトリオツン、あとミツさん、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 2人いた。ミツさん、コジ、アイちゃんさん、パンコちゃんいないのか、悲しい。アイパン、アイパン、アイパン。ヒメタンある、ヒメ。あー飛んでた。あ、マイハさん、今日、今日マイハさんいるの。じゃあ7人いたよ今。え、6人。みちさん、あいこ、りおつん、さこ、まいはさん、ありちゃんさん。あ、6人か。ほう、スタジオ、スタジオだね、超スタジオだ。さあいこいる。りょうちゃん言った。こんにちは。12時お昼休憩だよみんな。昼休憩ですよ、おめでとうございます。おめでとう。そう、マイカーはもうだいたい一緒、もうだいたい出てる子変わらない。ほぼほぼ今日のメンツです。今日休んだから無敵、それは無敵。もうずっと昼休憩じゃん。やったねみんな、昼だよ。
やーい、おめでとう。午後も労働頑張って行こう。昼だー、好きだよなんて言えないはずだりすく。チャイムが鳴った？鳴らないんだけど、私のお家料理人のチャイム。地元は鳴ってました。地元はね、なんかね、昔はサイレンだったんですよ。けどなんか曲に変わったんですよね、ある時から。確か昼のね、やつがあった。だから4時間目の授業とかさ、すごいお腹空いてたんですよ。だって4時間目12時に終わるわけじゃないじゃん。12時15分とかまであるじゃん授業。12時15分、12時25分とかまであるからさ、サイレン鳴ったところで休憩じゃなかったからお腹が空いていた。朝7時なんかね、朝7時にさ、朝7時か夜7時か絶対にどっかの家からトランペットの音が聞こえるんですよ、地元。トランペットみたいな音が聞こえる家があってね、家なのか建物なのかなんか分かんないけど、どっから鳴ってるんだろうっていつも思うので、それを前お母さんに「トランペット鳴るじゃん」って言ったら「何のこと？」って言われて。そう、私さ、誰にも共感してもらったことがないんだけど、ちょっと怖いんですよね。今も鳴るのかな、ちょっと今度帰った時聞いてみようかな、聞きに行ってみようかな、その辺のとこまで行って。わかんないの、なんかね、モスキート音なのかな、いやわかんないけど、ちっちゃい頃からめっちゃ大きい音じゃなくてかすかに聞こえるんです。で、家のある場所にいる時は聞こえて、そこじゃないとこは聞こえなかったりとかあるよね、そういうのがね。ちょっと怖い、それを思い出した。何なんだろうあれ、誰かが。でも同じ音だから、何年間も、だから誰かがこう吹いてるとかではなく音楽なんだと思うんですよね。サイレン的なそういう設定されてるやつとかだと思うんですけど、ちょっと分からん。音もね、昔は正確に覚えてたけど、もう広島に来てさ長くなっちゃったからさ、ちょっと正確に思い出せないけど、何なんだろう、分かんない。怖いね。誰かの目覚ましとかなのかな、ありえるねそれも。爆音すぎる。爆音目覚まし時計かもしれない。ナイトスクープね、確かにこういう時のナイトスクープだね。送ってみたい、なんかみんなが、ちょっと待って、盛り上がってきちゃったじゃん、配信終わる5分前に。ダメだって。じゃあまた今度喋ろう。これみんなが探偵ナイトスクープに送りたい身近な疑問とかをちょっと今度ショールームで喋りましょう。今コメントしてこないでください。考えといて、これコメントしようっていうの考えといてもらえたらね。今から話したら多分もう終わんなくなっちゃう。宿題です、ちょっと早めの夏休みの宿題です。よろしく。
今度、今日か明日か明後日か分からんけど、あとそれも覚えといて。チャチャチャラン、じゃんじゃんじゃん。なんかさ、息子の食器を割ってしまったみたいなナイトスクープ見たことありますか？子供が大事にして食器を割ってしまいました、言い出せませんみたいなやつ見たことある？あとはなんか引っ越すことになりましたみたいな、なんか感動のやつ見たことありますか？子供なんかさ、通学でお世話になった人に引っ越すことを言わなきゃいけないみたいなやつとか好きです。あと何があったかね、私が見たことあるやつなんだろうね。なんか叫ぶやつとか、高いなんか大阪の高いとこから叫ぶみたいなやつとか。何があったかな。ね、感動すること多い、私もナイトスクープね、面白いし感動する。昼休みおかえり、もうでももう終わるよ、夜も配信するからよろしく。屋形船で宴会ですだと、なんか毎日エンジョイエンジョイって感じじゃん。いいな、屋形船乗ったことない。屋形船ごちそうってこと？ごちそうなの？ナイトスクープ、え、関東ないの？ナイトスクープ、そう、長崎ですやってたよ。え、初めて関東の人にマウント取れることが見つかったかもしれない。でもきっと倍返しされるんだろうな、何十倍にして返されるんだろうな。この番組やってるんですか、この番組やってるんですか。あ、東京やってるの？やってるんかい。自分でついてください自分でやってください。もう自分のことは自分で。クロさんお疲れ、ありがとう。 TVer、 あ、 TVer があるか最近。いいよ、ローカル、あー買ってるってことか。こんにちは、いいわ、便利だね。私は今日はマツコの知らない世界の球場とかスタジアムのグルメを特集してるやつの録画を見てた。美味しそうだった、バーベキューしてました。アイスが出てきた、食べたいと思った羨ましかった、美味しそうすぎた。お茶漬けが美味しそうでした。クロさん会いたい、ありがとう。そろそろ終わりの時間だ。500回も訪問してるのにタワー一本も投げて、投げずに申し訳ございません。別に私タワーが欲しくて配信してるわけじゃないから全然気にしなくて大丈夫よ、全然大丈夫です、気にしないでください。何にも、普通に無料で見れるのがショールームのいいところだから。ギフトを投げたいと思った方が投げてくださって、あの、だから無理せずで、みんなも無料で投げれてるわけじゃないから、あの、大丈夫よ、無理せずで。ありがとうございますって言ってるけど、だからってこう自分に申し訳ないという、そういうなんか気持ちを持つ
持ってほしくって言ってるわけじゃないから大丈夫だよ。楽しく見てくれたらいいよ。こんにちは。じゃあ公演頑張ってくる。行ってまいる。ちゃんと公演はメイクバッチリ出るから安心してください。そうよ、自分のペースで。じゃらららららら、じゃらららら。楽しみにしてます。あ、声来てくれる、ありがとう。またお見送りでも会おう。ジョジョさん、ペンライトありがとう。デイビッドさん、レインボースターありがとう。行ってきます。行くね。壇上行きます。13位ラクさん、12位コウさん、11位ゼンマイ侍さん、10位ジュノラゴさん、9位トールさん、8位スプマンテさん、7位ミリタピポさん、6位しんちゃんさん、5位ともっちたん、4位ゼータン、3位ジェリーさん、2位ケイセキさん、1位コカジアさん、ありがとうございます。 DMM で見ます。ありがとう。今日はどっちが先かわからないから、お早めに帰宅してね。お出先でも見れるけど、ありがとうございます。公園来る方気をつけて来てください。雨降ってると思うので傘忘れずにね。あと靴下とタオルとハンカチとティッシュと、あと身分証とスマホとお金と鍵、家の鍵と忘れずにね。バイ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 。